皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はライダーズリパブリックのファミ通紹介をしていきたいと思います。50人以上の大規模マルチ、カオスな新世代のエクストリームスポーツ、バラエティ豊かなアクティビティがあなたを待っています。マウンテンバイク、スキー、ロケットウィングスーツなどアウトドアスポーツが満載で、各種目でキャリアをアップさせると公式レース、トリックコンペティションなどのスポーツイベントに参加できます。特定のステージに到達すれば実在のブランドが開催する権威ある大会に出場できます。またアクティビティの報酬で新しいギアやコスメアイテムをアンロックして装備をカスタマイズすることも可能です。美しい風景が魅力のオープンワールド、本作ではブライスキャニオン、ヨセミテ、マンモスマウンテンといったアメリカに実在する国立公園が一つになった夢のようなオープンワールドが広がっています。スノーモービルやパラメーターを使って自由気ままに探索しながら観光を満喫するのもいいでしょう。ワールド各地では隠された財宝、遺物、遺産を発見できることもあるかもしれません。ブライスキャニオンの他にもグランドキャニオンというのも谷もありますね。まあそんな感じでアメリカには実はたくさんの名地があるんですよね。まあそんな感じで今回はこの辺で、ライダーズリパブリックのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。